カブトツカ古墳は、現在の宮城県仙台市大白区、宮城県仙台南高等学校の高地にある古墳である。ホタテ海式の前方公園墳で、築造は5世紀後半と推定されている。全長約75メートルで、吹石と埴輪を伴い、同時期の仙台平野の古墳の中では大きなものであった。 仙台平野を流れる広瀬川の南岸、大都市寺三島六の中石平野に築かれた。似たような立地でカブト塚よりやや小ぶりの古墳が一塚、古墳、2塚古墳、裏町古墳などである。やはり近辺の大野田古墳群は、それらよりさらに一回り小さく、密集した古墳群である。カブト塚古墳などの被葬者は、大野田古墳群の被葬者の上に立つ。 主張層と解かれる。現状は、計約50メートルの円墳のように見えるが、これは、指導下部と付線によって前方部が切り取られたためで、ある。推定規模は、公園部の小道が62.4メートル、前方部の長さ15メートルで、主軸長、約75メートル、前方部前端の幅が、約30メートル、公園部の高さ6.8メートル。 周合の幅は、公園部で13メートル。前方部が著しく小さな、ホタテ貝形である。公園部は2段が肉眼で明瞭に見て取れ、3段、異常ありそうにも見える。この段を兜に見立てたのが、名の由来であろう。段の斜面には、吹石が置かれた。また、円筒刃庭と、朝顔形刃庭が並べられた。兜塚の名は、 兜を伏せたような段々の形からついたと思われる。地元では、慶長6年に、近所で起きた小人騒動の死者を埋めたため、小人塚と呼ぶという説が17世紀のうちに生まれた。明治時代までの仙台の人々にはこの伝説で、知られた塚で、古い地図には、小人塚や小人塚と書いたものもある。しかし、明治時代の考古学者の目にはすでに古墳であることが、 明らかであった。問題は、これが円墳なのか前方後円墳の前方部が壊されたものなのかで、説が分かれていた。1959年、現在の宮城県仙台南高等学校の高地などに広がっていた宮城県農学校に勤務していた沼倉吉兵衛の郷像が、農学校の同窓会によって古墳上に設置された。1977年に、 宮城県教員委員会が周囲の東側の発掘調査を実施し、馬底形の溝を発見したため、前方部が小さいホタテ海式の前方公園墳だろうということになった。続いて1988年に南側も発掘されたが、主体部に調査は及んでいない。周辺調査のみということもあり、吹石に使われた丸い瓦石多数を除けば、円筒埴にはと、 朝顔形ハニワの破片がわずかに見つかっているだけである。埴ニワ編は近くの富沢カマートで出土したものと似ている。ありがとうございます。